アーガーハーン4世、カリム・アーガーハーン4世は、イスラム教イスマー・イール派の分派ニザール派のイマームで、政治家、実業家。1936年12月13日に、スイスのジュネーブにおいて、アーガーハーン3世の息子のアリハーン王子とラジュダウダ、王女の間に生まれる。幼少時、ナイロビで過ごした後、9年間、スイスの寄宿舎学校ルロゼで学ぶ。 1959年にイスラム主専攻でハーバード大学を卒業した。祖父の死去を受けて1957年7月11日にカリムは第49代マームとなりアーガーハン4世となった。世界25カ国に居住するイスマーイル派の精神的指導者となったアーガーハン4世は全ムスリムの福祉の増大を自分の使命と考え、 多数の事前プロジェクトのスポンサーになっている。1977年には優れたイスラーム建築に与えられるアーガーハーン建築賞も設立した。また、これらの事前プロジェクトの推進とヨーロッパの社交界における積極的な活動により、現在に至るまでヨーロッパの社交界を代表するセレブリティの一人としてその名を轟かせている。また、 多くの女優などとの交際が伝えられ、父あり王子と同様のプレイボーイとしても知られている。祖父三世の代から行っているサラブレッドのオーナーブリーダーとしての活動でも知られ、ブラッシンググルーム、シャーガー、アキーダ、ダルシャーン、シャーラスタニ、カヤージ、デーラミ、センダワール、ダリアプール、シンバー、アラムシャー、ダラカニ、ザルカバといった数々の名馬を生産し所有した。 1989年のオークスでは、生産所有場のアリーさが一位入選となるも、薬物検出で失格とされた判定に抗議し、5年間、イギリス競馬への出走をボイコットした。現在はアイルランドに所有する牧場で生産した馬を、フランスのアランド・ロワイエ・ル・ュープレ級者に預ける場合が、ほとんどで、活躍場はしばしば現役中に売却される。イギリスダービーは5勝。 外線門章を4章しているほか、フランス2 0 0 2ーについては、エドモンブランに並ぶ発章を挙げている。アーガーハーン4世の指導の下、アーガーハーン開発ネットワークが活動し、その下で多くの社会、経済、教育、文化施設が機能しており莫大な収益をもたらしている。その一環として、1 9七十年代には、イタリアのサルディニア島の高級リゾート地、 ポルトチェルボの開発を行い、当地は、その後世界的に有名な高級リゾート地として、親しまれるようになった。ありがとうございます。